様です。4月9日火曜日朝6時の相場解説になります。現在はですね、特殊トレンドとそれからレンジの組み合わせの中におります。こういったケースってのは、こうね、介入が予想される価格の直前によく起きるっていうのはね、もう FX オリガルヒを長い間経験されている方にとっては、周知の事実だと思いますし、で、この速稼塾限定動画をご覧の皆様にとっても、同じような思いをされるんではなかろうかと。具体的に見ていきましょうか。現在ね、長くこの日足で見ると上昇トレンドにあって、押し目を作ってもう一回上昇トレンドがあるっていうのは、ご覧の流れでわかると思いますけども、移動平均線とローソク足の関係で言うと、移動平均線からローソク足が離れるとくっついていくっていう、このね、現象が起きるのは、いつものことです。そして下に潜って、また下から上に突き破ると上昇トレンドが回復するわけですけども、乖離が起きたところ、また移動平均線にくっついていくっていうところがあります。で、くっついたらまた反発して上に伸びていくわけなんですが、ここで特殊トレンドということになります。152円の介入水域がここに控えてますんでね。だからこれ以上は上がりにくいよと。上がったら介入などで投資家さんの利益決済などによってドーンと下に下がるっていうことがね、考えられるわけなんですよ。それを今私たちは見てることになります。通常でしたらね、この並びっていうのは、こう赤三平みたいなことを意識するんですけどもね。そうではないよと。ここに限っては、この価格帯に限っては、ちょっと上に伸びることは慎重になった方がいいよってことですよね。で、この3本のプライス、上下60ピップスぐらいのものなんですけども、この間に価格のほとんどがこの2週間収まっちゃってるよっていう現実も見なければなりません。これが、レンジっていうものになります。そして先ほどまでお話していたのが特殊トレンドですよね。特殊トレンド、通常でしたらトレンドの方向にどんどん向かっていくのに、介入水域があるから特別な条件に押されて下の方に行くよってことですよね。じゃあ4時間の方です。4時間を見ていただくと、繰り返しますけども、この2週間ずっとこの価格の中に収まっていますよね。で、トレンドはあったんですけども、現在そのトレンドが上から押さえつけられている状態です。だから152円には一気にいかないし、行ったとしたら多分口先介入などで一気に下の方に押さえつけられるだろうなってのが予想できます。投資家さんもそれがわかるんで、この辺りになってくると大きな資金を上の方には入れていかないよってことになりますね。じゃあそこでどんな対策が打てるかってことですけども、オリガルヒの皆様は昨日全部お話ししましたけども、まずは全体レンジっていう概念がありますね。で、上のレンジと下のレンジがあるわけですけども、今上のレンジで話をしているところなんですよ。基本的にはレンジオプションでいいんですけども、じゃあね、この151円の800あたりを突き破って上に行ったらどうなるの？ブレイクじゃないの？って言ったら、こっから上にブレイクすることはまあないです。特に昨日、このポイントが出てきましたんで、こういうふうに線を引いて、151円の800から900あたりは、下下げ圧力がものすごく強くなるよっていうふうに考えていきましょう。で、ブレイクするならこれを抜けてからです。ただしブレイクした瞬間に、多分、警戒が神田財務官あたりから入るんだろうなと思いますんで、どんどん上に行って円安が152円を突破するってことは、考えにくいかなってところです。ですんで、基本的には、この上のレンジで、このあたりに入ったら、含み損が多少出てもセルで入っておけばいいんじゃないかなと。そしてなかなかこの辺りに来ることってのはね、値幅来ることは考えにくいんですけども、この辺りに来たらバイでエントリーしてくださいってことになります。そうすると上昇トレンドに乗って利益はね、多少早く取ることができるんじゃないかなってことです。はい、本日はそんな形です。昨日に引き続いて今日も同じ、テクニカルの攻め方です。そして明日も同じになると思いますので、この3日間しっかりと努めてください。今日はね、FX オリガルヒの皆様、戦略的にはもうお伝えすることはないので、次の更新はまとめの夕方の放送にさせていただきますね。途中の更新は特に必要ないと思いますので、今日はあえてやりませんので、各自で頑張ってください。それでは。